ちょっとアーカイブはちょっと残さないこしようかな。昨日のひろみさんちょっと残したけど、今日はアーカイブ消しますので、皆さん YouTube 始まってます、切り替えてください。それではありがとうございます、うん、さようなら。ではよろしくお願いします、ゆうじさん。はい、うん、はい、あ、ちょっと待ちましょう。あ、まあ、いいですよ、いいですよ、全然。ただこっちを終わるっていう、はい、言ってるだけですから。はい、じゃあ、じゃあ歴どうなのでございます。全然バヤ歴やで、そうですね、今日もバヤ歴はちょこっとだけやりますんでね。ちょこっとだけやりますんでね。はい、いいです、ちょこっとで。あれさん、今日僕ら何分喋ればいい、ここで。いや、そうですか。一応駐車場また24時間になるんで、だろうと思います。大丈夫ですけどね、いつまでしゃっても大丈夫ですけど。さあ、今日の本ですけども、今日私が持ってきたのは、こうね、ないんですの、これ、ね、静岡市神社名鑑という本を持ってまいりました。これは、市販されてない本で、うん、静岡の神社長さんが、すごい前に作りまして、で、各神社さんにね、配ったやつです。これね、すごい貴重なんですよ。ね、はい、貴重なんです。で、はい、これ売ってはいないんですもんね。売ってないです。これはじゃあどうしてこれはその配った神社さんのどっかが古本屋さんに流出したのをで探して買ってきたってやつですね。そうなんだ。はい、8000円だったな。古本屋に置いてあった、探してね、うん、へえ。何年がかりかで探しました。これこの後改訂版っていう緑の本になっていくんですよ、うん、でその後も発行されてないです。これすごいのは、もう神主さんの名前から、それから総代さんね、うち、ん、子の総代さんの名前から住所から全部入ってます。今じゃもう絶対無理ですよ。だそれがあって、で、うち子総数とか全部書いてあるんですよ。すごいいい資料なんですよ。で、神社の名前も、古来の名前っていうんですかね、今の通称名の神社になる前の名前が載ってますので、非常に面白いです。でこの焼津の方は志田灰原地区だったかな、うん、の神社名鑑があるんですけども、それは探してますけどもまだ出てこないですね。これは静岡、これは静岡市です。まあだから、ね、じゃあ清水は入ってないんだ前の、はい、清水とか富士もあるんですよ、うん、あるんですけどもほとんど出てこないですね。そうなんですね、はい、一応これだけはなんとか探して、まあ、僕は静岡市がメインなんで、うん、とりあえずこれがあるだけでもね、こういう本があるっていうのを知るだけでも違いますんで、うん、僕はこの本に出てる神社全部回りました。ちょっと見せて。はい、どうぞ。ちょっと見せてもらって。あ、いいですよ。全部回りました。で、神社の、舐めないようにしてくださいね。世間は舐めないようにしてくださいね。で、今日も制服の方はですね、USS イブンマージドのですね、ユニフォームであります赤。ね。ランクピンは4つと3つでございます。何か。そうですね。そう、私ね、一応ね、謙虚にね、謙虚ですけど一応提督なんですよ。これ提督ピンですからね。だっていい作業に下にした。あ、そうですね。うん、常にこう上から目線で言われてますけども。お任せで。はい、一応そういう本を持ってました。別に解説するわけではないんですけども、うん、一応そういう本もあるよっていうね、うん、本の紹介をちょっとしとこうかなと思いまして。うん、でこういう本見かけたらね、買われるといいと思います。本当に売ってるかな。相当なんか古、本当になんか昔からある古本屋みたいなところじゃないと。そうそう、ないです。ね、ないです。ブックオフ。ブックオフなんか絶対ないです。はい。本当古本屋さんに行って、昔からこうやってるおじさんがやってるような。こういうケース入ってる本いっぱいあるじゃないですか。うん、ね、町の歴史みたいな。ある。そのところにありますので。そうなんだ。意外とね、この手の本ってやっぱ探してる人がいるみたいで、藤枝にね、やっぱ古本屋さんあるんですよ。でそこでね、こう道祖神って知ってます？村の入り口にね、こう石で、でその道祖神の配置図っていうのがあった
発掘現場のね、うん、資料集があったんですよ、うん、埋蔵文化財から流出したやつが。じゃあそれいいなと思って、うん、でもちょっと悩んだんですよ、うん、あ、え、何売ってたんですか？売ってたんですよ、古本屋さんに、はあ、でいいなと思って、うん、こう見てどうしようかな、使うかなと思って迷って、もう一回ね3日後ぐらいに行ったんですよ、その本屋さん。もう売り切れてました。だから売れないだろうなと思ってるんですけど、探す人がいるっていうことですよね。やっぱ本はね、見かけたら買うっていうことがもう鉄則中の鉄則ですよね。なかなかね、あの見かけたら、これもね8000円だったんですよ。そんなするの？だからなかなか手が出ない。そっちは藤枝の、それも4000円ぐらいしたかな、同祖神のやつ。うん、でもあの測量図とかがあって、やっぱこう発掘現場の資料集なので、うん、やっぱすごかったですよ、こんな分厚くてね。買えばよかったね今思えばね。うん、まあしょうがないですね。そうですね、またあのそういうの見かけたらね、うん、だから東京行ってもね、本当はね古本屋さん巡りとかしたいんですよ。あ、はい、東京ってどのあたりが多かったんですか？神保町だっけかな。あ、そうなんですか、うん、あの古本屋さんいっぱいあるっていうところありますんで、うん、まあ、こういうね、あのケースに入ってる本をメインに探そうかな。卒業アルバムみたいな。そうですね、まあ、うん、今はこういうね、低層とかこういうね、うん、本の作り方あんましないと思いますけども、うん、いいと思いますね。まあ今日は中身は紹介しませんけども、うん、まあそういう本がありますよっていうね。なかなか皆さんも今ね、電子書籍になっちゃって、そうね、そうそう、こういう本をね、あの見るっていうケースも少ないですし、うんうんうん、本屋さん自体がもうなくなっちゃうじゃないですか。うん、うちの近所のね、蔦屋さんあったんですけども、はいはい、それも3月15日で閉店なんですよ。そうなんですか。そうそう、静岡もね、大きいなね、書店がどんどんなくなって。だって前はほら文具売ってて、うん、ね、DVD のレンタルやってて、で本があって、それがね、ネットフリックスとか出て DVD 全く借りる人いなくなっちゃったんですよね。それからやっぱ本もやっぱアマゾンで買うケースが増えたのか、うん、本当に人いなくなっちゃったんですよ。そうですね、そう、私もあまり書店行かないっていうか、書店がない。そう、書店がなくなっちゃったんですよ、うん、まあ、だ本は売れてるんですよ、今まで以上に。そうそう、だからアマゾンで皆さん買ったりとか、うん、楽天とかね、買うじゃないですか、うん、だから本は売れてるんですけども、本屋さんで買うっていうケースがなくなりましたよね。町の小さい本屋さんどんどんなくなってますからね、うん、まあ、そうですね、まあ、静岡で言えば蔦屋さんって言えばでかかったんですけどね、うん、まあ、戸田書がなくなっちゃいましたからね。だからまあ恐ろしいことですよ、うん、僕らが喋ってる向こうで今青木さんはどんどん、いや誰かわからなくなってる、メイキングされてますんでね。出ます、順列か、順列らしいか、どっちか。青木さん来ましたね、今。はい、青木さん映ってる、青木さん、かここすごい、すごい、死ぬ遠いと、あ、違うか、顔がすごいです、真っ白ですね、真っ白すごい、いいね、眉毛いいじゃないですか、地球防衛軍、眉毛すごい軍。まあ僕らはコスプレですけどね、こっちはメイクですからね、もうワンサイズっていうかね、一歩踏み込んでるわけですからね。もう飲んでるんですか？いつ月にスタジオ作るんですか？月にはちょっと作らないですね、あそこはもう占領されちゃってるんで。あ、はい、なんかロシアは原子力発電所作るみたいなこと。え、どこに？月に、うっそ、中国と、やばいよ、やばいね、ロシアについていこうかなと思って。そうですね、まあプーチンさんホワイトハットですからね、うん、さあ今日のまずマヤ歴をやりましょう。はい、今日本日マヤ歴、服部仁美さんに見てもらいます。今日のマヤ歴ですか？そうです、まず今日ですね。今日は白い鏡と青い猿です。青い猿はこの前と一緒ですね。そう、青い猿はだから13日間、13日間続きます。はい、今日は、今日はあの前室がすごくにぎやかになってますからね。そう、白い鏡っていうのは、はい、まあ、鏡か、はは、カメラ見てくださいね、はい、自立とか、うん、秩序とか、うん、礼儀礼節とか、そういうものをね、重んじるんですよ、ね、今ここにちょうど秩序がないところですからね。そうですね、もうね、もう崩れてますね。今日
ダメですね、はい、宇宙のリズムに乗れてない。てかメイクするとね、実あの別人になっちゃうんですよ。誰が？あ、じゃあ我々がねユニフォーム着てやるとスイッチが入って喋れる、日常と違うようになるのと一緒で、メイクをすると自分違う自分になっちゃうんですよ。仮面をかぶった状態になっちゃうんですよ。してみる。え？メイク？いやメイクはいいですね。メイクしてるでしょいつも。してるよ。うん。仮面かぶってるでしょ。そうよ。かぶってるよ。うん。あんまりしてないけど。で白い何でしたっけ？白い鏡で、うん、それぎれ節秩序っていう、うん、そういうことがまあキーワードにあるんですよね。うん、でまあ割とこう鏡って枠があるじゃないですか。うん、ね、で自分の決めた枠にはまりがちなんですよ。ああ、そういう解釈するんですね。そうですそうです。だからどういう解釈でもいいです。だからもうね、前歴って自分の解釈でいいんですよ。で今日はこういうエネルギーが流れてます。うん、じゃあ白い鏡に合わせて、うん、じゃ秩序を持って行動するでもいいけど、うん、枠を外して行動するとか。うん、そういうのでも全然いいんですよ。僕の解釈言っていいですか？いいよ。あのこれもそうですけども、鏡ってね丸縁なんですよ。縁がない丸い板なんですね。でだからまずあの丸なんですよ。うん、要はねそのなんていうのか、始まりも終わりもない循環のことですね。で鏡はこの時ねできてる鏡って裏文字が映るんですよね。はいはい、どうやってるのかわからないですが、そういう鏡が多いんですよ。だから裏と表が一体化してるんですよ。あ、そうですね、うん、そうそう、今ねあのユウさんが言ってくださったみたいに、うん、丸いじゃないですか、うん、でそれってこの鏡は目指すところが、うん、あの丸い、うん、神社の鏡なんですよ。あ、ご神体になる、ご神体になる、はい、あれがこう、うん、一本の枠がなくてこう立ってるっていう、うん、あそこを目指すっていうのが白い鏡の本当究極テーマみたいなのだと思います、うん、私はね。なんで僕鏡はね、家にもし置くんだったら縁がない丸鏡をね置くっていうのをおすすめしますね。いいかもしれない、はい、でもなかなか 縁があるかの縁がないのってないんですよ、なかなか。なかなかね、うん、そうだからこう、あと映し出すっていうのもテーマに最近みたいにあるんですよ。静岡にはね、駒形だったかな、あそこで鏡の工場があって。あ、そうなんですか。でね、鏡ね、自由なサイズで作ってくれるんですよ。本当に今もあるのかな。前はあったけどね、今ちょっと分かんない。工場はまだあるんですよ。で工場の前通ると鏡がこう吊るしてあって、でどんなサイズでも切ってくれるんですよ。で大きな鏡からこう丸く切り出してもらって、穴開けてこう紐かけてっていうのをね。いいですね。いいですよ、うん、だそういうところがね静岡あるんですよ。よくねほら会社とかのさ、うん、こう贈呈用みたいなのにさ、うんうんうん、そういうの昔ありましたよね。あったね、下にこう金の文字で入ってたでしょ。そうそうそう、うん、あとこう五角形とかね、五角形とか六角形とかね、八角形とかね、そうそうそういうのもありましたよね、うん、きっとでそういうのやってくれる。よく紐がね、そうそうそう、昔ありましたありました。だからあのなんかほらあの風水もやるようなこと言ってましたんで、八卦鏡を買ったらどうですか。違う違う、何で。私全然風水知らない。風水ってね、八角形のこう、まあ、はいはいはい、東西南北、そうそう、あの要するに駅が書いてあって、あ真ん中丸の鏡があるんですよ、八卦鏡って言うんですよ。そうなんです。そう、ある、ある、見たことあります。それね、ちっちゃいやつでいいんで買ってやっていくといいですよ。あれ魔除けでもあるし、あのまあ一応タイムゲートみたいな形になるので、うん、でもまあ魔除けっていう意味もありますよね。だからね、うん、もうねこういうね紋章って結局自分がイメージしたものとかでいいと思うんですよ、うんうんうん、でそのそう、それで広げてってくれればね、はい、あのそう、それで楽しんでくれたり、今日はこういう風にエネルギーが流れてるからこれを使おうみたいな、うんうん、まあ、今日は白い鏡なので鏡の話が多いですけども、ぜひね鏡をちょっと洒落たっていうか、こだわってね、形にこだわって作るとかね、やるといいですよ。そうですね、はい、まあいろいろさ自分でそうマヤ歴楽しんでほしいなと思うんですよね。八卦鏡もいいですけどね。そう、マヤ歴、今日のマヤ歴は白い鏡と青い猿です。青い猿、そう、青い猿は遊び心がとか、うん、あとまあ
まあ、責任感がなくなってしまうところがあるので責任、まあ、ちょうど前室にいる人たちがいますね。遊び心満載ですからね。そうですね、これでいいでしょう。ちょうどまあいいと思いますね。そういうのでもいいですよ、はい、遊び心とかね、はい、そう、そうね、深刻にならないとかね。そうですね、まあ、本当は普段が深刻なの。あ、コメント入ってました。コメントね、うん、いいです。メイクすると変わりますよねってかっこいい。あ、これはあの青木さんのメイクですね。周りがうるさい。あ、しょうがないですね、そういうところでやってるんでね。声張って、はい、私声張ってって言ってますね。また小さい、うん、昨日も、そうですね、普段でっかい声出してるからじゃない。何だからはぁーって声、いやもう一人で漏れちゃってる。何それ、疲れちゃってるってこと。いやだからもう聞こえるから、そうそうそう、出なくなっちゃう。はぁーって森進一状態です、ね、何。あんまり知らないと思いますよ。ちょっと大きめにでボリューム上げてきますよ、はい、こうやってね。ちょっとハウリング起こすかもしれませんけどね。聞いてね、ここでさいーって。スイッチピッて切りますから。あ、今大丈夫です。あ、よかったですね。この学校でね、前回やらせていただきまして、背景もこの形でね、まあ、見てる人はもうね、前回なのか今回なのか分かんないぐらいに一緒なんですけども、そうですね、微妙に違うのはこうバッチの位置がちょっと違うとかね。そういうところで見上げてほしいんですけども、変えればよかったのかな。あ、今日バッチ違うんですよ、僕ちょっと違うんですよ。あ、裏がね、これね、バッチでこうくるくる回っちゃうんですよ。そう、回っちゃう。でね、回らないように昨日ね、細工してきました。本当、はい。そういうとこすごいね。そう、まめにやりました。あと手直ししますんで、バッチ預けていただければ、ね、はい、やりますんでね。これから動画配信しなきゃならないですよね。うん。で、この格好でやったらね、何名かの方から出たいっていうね。そうなんです。衣装を買ったら出れますかっていう問い合わせがありましたんで、衣装買っていただければ出れます。普段着では出れないですね、やっぱり。並ばせる、ここに。そうですね、後ろにね、はい、うん、そうですね、はい、ですから、まあ、それで来ていただければ大丈夫です。まあ、その場合は服部さんと喋っていただきますからね。なんで、僕は服部さんの番組ですからね。なんで違うですよ、市川由衣さんのでしょ。市川由衣の番組は一人で喋る。いや、でもここは死守する、私は。そうだよ、ここに守ります。この席を譲っちゃダメだよね、ロバさんから取ったから、うん、そうそう、空船と一緒ですね。オールを手放すなってやつですからね、うんうん、ね。なんか、もうすごい、もうカメラの向こうで今、マキちゃんがね、カツラを持ってね、うろうろうろして。もうパーティーだからね。そうでしょうがないね。はい、ザ・パーティー。今週はそうやって楽しんで、11日まで。そうですね。うん、はい。まあ今日の、マヤ歴は白い鏡と、青いサーブということでした。はい。いいね。今日もう終わりなのに、今日の、明日もやります、ね。明日のやつは何ですかね。明日は、青い嵐です。え、青い嵐と青いサーブ、青青すごいな。青い嵐ってどういうやつなんですか。青い嵐はやっぱり嵐っていうだけあって、エネルギッシュです、ものすごく。そうなんだ。そう、人を巻き込む力とか思い込みの力とか、そういうものが強いんですよ。だからこうなるべくこう外で発散させるっていうのが、エネルギーが高すぎるので。あなたみたいな感じですね。そうだよ、私。今エネルギー出てました。ああ、なんかだよ。デランベコチョ、クチョにすぐなっちゃいますからね。江戸っ子ですか。いや、違いますよね。マリコッコですよね。マリコで生まれてるから、マリコッコですよね。いいですよね。日が沈むのが早いんですよね。日の出も遅いし。マリコの人にも怒るよ。いや、そんなことないですよ。マリコはだってね、53次に乗って、あ、エコスマイルさんだ。こんにちは、こんばんは。あの方が噂のね、あのエコスマイルっていうね、はいはいはい、こううなずきながら喋ってね、何でもかわしてしまうっていう恐ろしい技を持ってる人ですからね。いいじゃないですか。そうですよ、はい。これはもう配信用の衣装ですからね、ちゃんとこういうやるための。そうです、そうです。また来たよ。ここにいますからね。怪しいですね。どんどん女性化していきますよね。宇宙人です。すごい似合いますね。綺麗だね、青木さん。綺麗？うん、綺麗。うん。いいよ。ね、すごい、なんかゾゾゾワゾワってくるものがあるんですか。ゾワゾワ。それどういう意味で？いや、ファーストコンタクトってやつですね。異星人とのファーストコンタクト今感じましたよね。あ、そうそう、青い嵐さんね。そうですね。青い嵐さんとか青い嵐さんね。そう、だからあとね、かまどの力とか、家、家庭もすごく大事にする人たちなんですよね。家庭も大事にするって言われる。いや、じゃあ聞いてるんですよ。
かまどがあるってすごいね。かまどの神って言われてるの。え、そうなんだ。火の神。そうだから割とこの人たちってご飯食べることが好きだったり料理が好きだったり、あと何だろう、あのね、料理よく再現する人とかいるじゃないですか、うんうんうん、あれぐらい味覚とかが敏感な人っていう。かまどの神様って言えばね、あの今年老主さんとかね、大奥院主さんなんですよね、はい、日本でいうとね、この日清なんですけども。へえ、あ、そう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 、あ、じゃあそういうのと関係あるのかな。あると思いますね。だからかまど、なぜかあのその大奥院さんと今年老主さんなんですけども、だその方たちを自分はその祝詞の中に入れてねやってますので、やるといいですよ。あの、え、何が青い嵐の人だ。マヤ歴もあの要はね、その日本の神道の中でこうやると何っていう神か、神様の名前が出てくるんですよね。全部共通してるんでね、見え方が違うだけなんで。まあ、あの今日明日はね嵐だそうですからね、あの荒れずそうですから十分注意していただきたいと思います、ね、いや、そんなことないですよ。だからそういうので美味しいものを食べに行くとか、うん、ね、そういうこう、あ、エネルギッシュなんだなっていうね、うん、エネルギッシュに動くとかね、そうですね、うん、そういうことをねやってみるといいじゃないですか。あの人が、あの人が僕に iPhone を勧めた人です。あ、そうなんですね、はい、懐かしいですね。この人もう12年ぐらい前でしょ。12年。そう、ここ始まって時が12年。そうだから、そうだもん、同じぐらいだもん。あ、そうだね。あの人が iPhone 買って、 iPhone すごいよ市川さんって言って、おじゃ買ってみるげってね、2人でツイキャスやってね、トランシーバーみたいな使い方で、ね、本当にいなかったの、何の頃配信してるじゃん。これ俺のおかげなんですよ。そうだよ。直樹に返してできるものは全てね。そうそう。みんな上からね。そうそう。直樹さんのおかげだと思ってるけど、全部俺のおかげなんですよ。そうそう。だけどすぐ追い越されちゃうっていうね。そこが悲しいんですよ。悲しいね。この人でもすごいんですよ。あのコラボしとくといいってことですよ。はい。よろしくね。あの営業力がすごい人ですから、僕はもう一目置いてますから、本当に。じゃ あ, あの私もよろしくお願いいたします。あとで名刺交換してくださいね。名刺来ましたから。あ、素晴らしい。これは東京行ってさ、ええ、あのなんだっけ、ナイジェリア人の事務所で、ナイジェリア人酒飲んでたら名刺忘れてきちゃった。名刺入れ全部なんとも。そうそう、この人ね、お酒飲むとね、何でも置いてっちゃうんですよ。じゃあ今日何か置いてくのかな。そうそう、前静岡で飲んでてね、じゃあ僕帰りますって言ったんですよ。街中ですよ、静岡だ。ほんと岡部住んでたんですよ。歩いて帰って行って、え、で岡部で、岡部でね、で、あ、で安倍川の土手で眠くなったっつって寝ちゃって、でお前さんに起こされたんだっけか。休憩したの。休憩。すごいじゃん。そうです、そのまま寝ちゃったの。そうそうそう。休憩してね、寝ちゃう。朝をパッと見たらさ、空が見えてさ、びっくりしてさ。びっくりするよね、朝起きたらね、空だったらさ。そうそう。もう一度そういう人なんだね。お前さんに連れて行ってくれるのか。お前さん。お前さんもね、ね。うん、そうそう。一応寝てるもんだから。うん、そうそう。そりゃそうだね。でも面白い人なんですよ、まあ、ぜひ名刺交換して、はい、ありがとうございます。まあ、前室の方と今ちょっと喋ってましたけど ね、まあ、今日はもう全然ゆるゆるなんでね、うん、もう向こう側 の、 パーティーだからね。パーティーで本当オードブルがあって酒があってね、うん、メイクして、酒飲むんですよ今日は。飲めないです。でも差し入れはしましたから。お酒の差し入れ。そうそう、あ、そう、市川さん酒日本酒詳しいって言ってましたよね、一時。そうそう、今も詳しくなっちゃったよ。もう飲まなくなっちゃったんでね。なんか飲まないですね。飲まないですね。やっぱ車運転するようになるとやっぱ飲まなくなりますよね。うん、うん、あ、それで今日はですね、これでおしまいですか、マヤ歴は。何どうします、何か話します。いや別に。マヤ歴。いや別に全然興味ないじゃん。いやいやいや。いや、これから配信どうするんですか。やるんですよね。配信ね、どうしましょうか。ね、やりますよね。わかんないけど、ゆいさんはどうする。いや、僕はお手伝いしますから、はい、で出たいっていう人もね、いたんで、ぜひこのユニフォームね、買っていただいて。それは何、私たちの YouTube で出るってこと。そうですね、うん、まあ、出るにはもうユニフォーム条件ですから。普段着で出ちゃダメですからね。厳しいね。そうですよ、後ろを見た通り。制服審査があるわけ。制服し審査はないですよ、うん、似合う似合わない。ランクピンがありますね。僕らよりも上のランクだと出れませんから。
あ当然のことですよね。落とすね。ブランコ落としていただければ出れますんで。それだけ。そうそう、そこは厳しいですよ。ね、上下感が厳しいですからね。体育会系ですからね。もうなんかいいですよね、もうみんなもこう、そうだよ、もう食べる準備になってる。取る気ないから。そうそう、僕らと僕らとにかく喋って喋って喋り倒してちょこっとやってもう終わりにするっていうね。今日ね、はい、もうだって一応やいず TV さん終わってるんですよね。そう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 、まあ今日はね、あのこうまた出させていただきましたんでね、今日はあの新しいね、ジンジャーメーカーさんを持ってまいりましたんで、ここの中で、でもそっか、一番おすすめってこの前言ったんだっけか。そうそうそう、この本はいいです。まあめった手に入らないです、本当に。じゃあ神社、おすすめの神社、うん、静岡で、静岡でおすすめの神社、金座稲荷神社さんですね。はい、もうここしかないです。でも、人生を変えていくであれば、あの、まあ教えましたけども、あの和気井勝地神社と、それからあと八作神社さんね、ここはすごくいいですね。こう天狗の神社ですからね、やっぱりこう後押しがすごく大きいですから、ぜひ、行っていただいて。八作神社さんは分かりにくいので、和気井勝地さんは青葉交番の裏ですね。もともとはあそこに大年の宮、大年の宮ですかね、今の浅間神社さんにある赤鳥居のあの神社さんがあったんですよ。神社の赤鳥居、赤鳥居あるでしょ、入ってすぐの大年宮っていう、あれがあそこにあったんですよ。で、あそこに辻って言ってね、あの商店街ができてて、商店街っていうか、まあ市があったんですよ。で、人が集まってて、で人を集めたいので、大年宮さんと一緒に、辻と一緒にこう移動したんですよ。で、その跡地に確か和気井勝地神社っていうのを召喚したんだと思ってる。確か歴史的だったらそんな感じでしたよね。あ、そうなんですか。はい、すごいですね、どん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 にやがなって、僕ら疎外感がすごいですね。まあしょうがないですね、宇宙空間にいますからね。向こうに撮ったら、向こう撮ったらどうですか。いいんじゃないですか今日は。はい、でもおしまい、いや何予告編を、だから、あ、僕らあのね、あのこの服部さんがこと YouTube をやりますので、このマヤ歴をね、あのベースにしながら、それから踊りと歌を合わせて、踊りと歌、もうあっちに影響されちゃってるじゃないですか。ね、え、影響されちゃってるってね。踊りと歌をやるんですか。いやいや、まあ風水もね、ちょこっと入れて、でマヤ歴をちょっと入れて、やってないよ、だから風水。今度やるんでしょ。あ、ちょっとやりたいなと思って。そうですね、あと、うん、あと神社の話を横にちょこっと添えてね、行く感じですかね。うんうん、すごいですね、竹内さんのこのコメントが。すごい、竹内さんしかコメントない。いや、見てる人は全国で竹内さんだけですけどね、今見てると。ね、まあ、そんなもんですからね、見てる。今日はこのぐらいにしときましょうか。ね、裏がつない、宇宙空間で何かが落ちたようですね。なんかガチャガチャガチャンってなってますからね。じゃあ奥さん終わります、僕ら。もう今日は喋ることがないですね。何時からやってんの。6時まだ始まる、まだ20分ぐらいあるじゃないですか。リードもできるでしょ、20分ぐらい。じゃあエコスマイルさん、エコスマイルさんね、エコスマイルさんでも画面出てないんでね、後でじっくり話します。うん、そうね。ちょっと今日駐車場ね、また入れてきたんですけども、あ、すごいんですよね、あの48時間1000円っていうのがあって。48時間 あれ教えてくださいよ。20はドーソロンなんですか。そうです、ドーソロンです。あ、一緒なんですか。一緒です。24時間400円ってところもあるでしょ。え、24時間400円、僕とか500円でしたよ。4番駐車場。あ、そう、そうなんですか。駅北なんですって。駅地下、駅地下、駅地下の温泉に泊まるとただ、あー、はいはいはい、黒潮温泉ですね。うん、それ4番泊めると24時間。黒潮温泉も入ったことないけど、行ってください、めっちゃいいです。いいですか。泊まれるんだ。ラジウムとラジウムサウナなんですよ。最近工事したからね、新しくなった。あー、綺麗になりましたね。だからガンとかみんな治ってるんだね。うん、本当ですか。でも混んでるよね、結構。最近混んでるね。うん、いいことだと思います。うん、結
子さんチラッと出てって誰ファンがいるでは竹内友子さんすごいじゃんすごいじゃん顔だけちょっとチラッと、ね、酔ってないうちにねそうそう酔ってるとこね壊してくるんでねそうそうで寝ちゃうんだよね寝ちゃうからねすぐにあ出た出たチラッとほんとチラッとだね月みたいな感じそうだコメント量がすごいんだよチラッと月みたいだねとかねもうそういうあのエコさんも出てたんですよねそうそうそうエコスマイルは天才ですよねうん、ほんとそう思いますよこの人ね影響力すごいんですよあそうなんですでもなんかしらけいつも貧乏くさいんですけどもそういうことめっちゃ生活苦しいですよねそうそうそうでもなんてか知らないけどねでもうまいんですよ口がうまいんだろうねあであと頭がいい頭がいいのは確かです。だから生かしきれてないってのは残念ですよね。だからずる賢く使わないんですよ。だから成功法に使うので、やっぱりこう頭が良くてもこう、そがれていっちゃうんですよ。頭がいい人ってずる賢く使うんで、そうかそうか。そうそうそう。いやもう法律ギリギリ。教えてあげてそういうところ。いや俺もだって、そがれていく人だからさ。げっそりじゃないですか。ピチピチって言われてる。そうなんですよ。制服はピチピチなんですよ。うん。制服うんまえ制服はピチピチじゃないとダメなんですよ、うんうんうん、そうねでもこれ以上ちっちゃいのない太るがいいじゃん太るようにやりましょうかうんやめて今遠隔もね今日の夜本当取らにはいかんですけどね遠隔もねまた遠隔もねすごいですよね、はい、そうそうね、はい、そう大好評でございます、ね、本当にさっきもどの辺まで行けるんですか地球の裏までブラジルのあ、それでいいですそうはい、でもやっぱりみんななんかね、なかなかいい状態になるんですよねいやいや、ちゃんと治ってきますよ、不思議なもんで、はい、遠隔でも遠隔でも、本当にそうですでもこれ、治ったとか言っちゃうとダメ改善したって言えばいいんですそうですね、改善してきます、本当になんかね、うん、それこそがんとかの人とかね改善してくるね、がん停止するもんね、うん、活動がだってホスピスに入った方が出てきたりとか、うん、そうそう、まああんま、そう今がんの方本当多いんで、うん、本当多いんだよ。薬飲みたくない、医者行きたくないっていう、あまあわかるけどね。今でも全部だってアメリカ全部ほっといてるから出てる。うん。アメリカは行けないんじゃないですか、保険とか入ってないと。まあね、1回行くと1000万ぐらいいっちゃうのね。そう、高いから。たまに来てる。あ、写真ですか。はい、チーズ。自然の方。はい。さあ、今日もこれでいいにします。もう僕らもね、オードブルが気になってね、全然気が入らないですよね。そうそうそう、ゴルラ今日酒飲めないんで、せめて食っていこうとは思ってますからね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。よし、終わり。